二郎物語第1部2おたまじゃくし二郎はお浜の娘のお金とおつるとを相手に地べたにむしろを敷いてままごと遊びをしている場所は古ぼけた小学校の校庭だが新刊として物音一つしない周囲は見渡す限り黄金色の稲田である午後の日がポカポカと暖かい この光景は二郎の心に折々よみがえってくる最も古い記憶の一つで、たぶん彼の5歳頃のことだったろうと思われる。小浜一家は村の小学校の交番をしていた。老夫婦に小浜夫婦、それにお金とおつる、都合6人の家族が教員室のすぐ隣の薄暗い畳敷きの部屋と、その次の板の的を自分たちの住処にしていたのである。そして、 そこへ割り込まされたのが次郎であった全体「今一にせよ次郎にせよ」何でわざわざこんな家を選んで預けられたのかというとそれは母のお民が子どもの教育について一角の見識家だったからである彼女は槍一筋の武士の娘であったそして幼い頃から育十回となく「盲母三千の教え」というものを聞かされてそれになみなみならぬ感激を覚えていた で、自分に子供ができたら機械を見つけてそれに似たようなことを実行してみたいとかねて心に寄していたのであるこうした方法を持った彼女にとって小浜一家が学校の中に寝起きしているということが大きな魅力にならないわけはなかったこの魅力の前には交番の部屋が狭くて不潔であろうと小浜本人が以前三味線の角つけをしていた女であろうと また彼女の亭主の観察がどこかの炭鉱稼ぎにあぶれてこの村に流れ込んできたものであろうと、そんなことはまるで問題ではなかったのである。そこで、三人の日向ぼっこの話に戻る。二郎はむしろ中央に殿様のように座を占めて、お金とおつるとが左右から次々にブリキの皿に持って差し出す草の実や砂まんじゅうに箸をつける真似をしていた。しかし、 もう同じような遊びを小半時も続けていたので少し秋が来たところだった秋が来ると二郎はいつもお金だけをのけものにしておつると二人きりで遊びたい気持ちになるのであったお金は恭一と同い年おつるは二郎と同い年でこれが二郎をして自然お金よりもおつるの方に親しませる理由だったらしいが同時に色の黒いやぶにラみのお金に比べて ふっくらした方とくるくるした目を持ったおつるの方がより大きな魅力であったことも否みがたい事実であったところが次郎にとってここに一つの悲しむべきことがあったそれはおつるのふっくらした左方に形も大きさもおたまじゃくしそっくりなあざが一つくっついていたことである次郎はいつもそれが気になってしかたがなかったその日もままごとに開くと お金にくるりと尻を向けておつると差し向かいになったが、そのとき、早速目についたのが、そのおたまじゃくしであった。おつるは次郎のそんなしぐさにはちっとも気がつかないで、相変わらず草の葉を刻んではせっせとそれをブリキ缶の中にため込んでいたが、長いこと日に照らされてピンク色に染まったその頬の上に鮮やかに浮き出したおたまじゃくしが、次郎の目にはいかにも血が通って動いているように見えたのである。 次郎は変に心が落ち着かなくなった。そしてしばらくの間はむずむずした気分でそれに見入っていた。そのうちに彼の右手の人差し指がいつの間にかそろそろと伸びていって、怖いものにでも触れるようにそっとおつるの方をかすめたのである。おつるには次郎がなんでそんなことをするのかわからなかった。で、彼女は相変わらずお玉マジを頬にくっつけたまま、きょとんとして次郎の顔を見つめた。 お金はやぶにらみの目を一層やぶにらみにして、ヒッヒと二郎の後ろで笑った。二郎はその笑い声を聞くと、何か非常に悪いことでもしたように思って決まり悪くなった。ところで男の子供というものは、決まり悪くなると時として妙に乱暴な気分になるものである。彼は急に立ち上がって、あたりにあるままごと道具をめちゃくちゃに足で蹴散らし始めた。お金がまたヒひヒと笑った。 すると二郎は何と思ったのか、今度はいきなりお鶴の方に飛びかかっていって、お玉邪子のくっついている方をねじ切るようにつねり上げたのである。お鶴は火がついたように泣き出した。とっちゃんと、お金は金切り声を上げて交番室の方に走り出した。そしてそれから一、二分の後には、二郎の両手は観作の木の根のような手のひらの中に、しっかりと握りしめられていたのである。 何しやがるんだい、こいつと、観察の怒った声。同時に二郎の体は乱暴に宙に吊り上げられた。手首と肩の付け根とが無性に痛い。二郎はそれでも泣き声を立てなかった。彼は両足をバタバタさせながらめちゃくちゃに観察の下腹を蹴った。このガキめ二郎はいきなりうつ伏せに地べたに放り出された。 手のひらと唇と鼻っ柱と膝頭とが、その瞬間に打ち砕かれたような痛みを覚えた。彼は四五秒の間突っ伏したまま身ろぎもしなかったが、次の瞬間には、血の底でガチョウがしめ殺されるような泣き声を立てた。おつるも仰向けになってまだ泣いていたが、二郎の泣き声を聞くと、一層大きな声を出して泣いた。そしてそれから二人は競り合うように、変わる変わる泣き声を張り上げた。 観察は突っ立ったままじっと次郎をねめつけていた。どうしたんだねとそこへ大浜が掃除をしていたらしく竹ぼう器を持ったままやってきた。なんだか知らねえが、こいつ、お鶴のほっぺたをひどく詰めっていやがったんでね。それでお前さんは坊ちゃんを投げ飛ばしたと言いなのかいそうだよ。そうだよ、もうないもんだ。たかが子供の喧嘩じゃないかね。仕事なしだとは言いながら、 大の男が子供の喧嘩を買って出るなんて、そんな話がどこの世界にあるもんか。おはまおめえ、自分の子が可愛くはねえのかこんな目に合わされても。何言ってるんだよ、バカバカしい。い可愛いければこそこうやって私の手一つで育てているんじゃないかね。お前さんこそ子供が可愛くないんだろう。毎日毎日ブラブラして、ビター一問こさえてくるではなしさ。観察はそっぽを向いて黙ってしまった。 それまで気の抜けた泣き声を出しながら二人の言い合いに聞き耳を立てていた二郎は、どうやらお浜の方が優勢らしいのを知ってほっとした。そしてもう一度お浜の同情を求めるために大きな声を立てた。するとお鶴の方もそれに負けないでわめき立てた。いつまでも泣くんじゃない。お浜はお鶴を軽くたしなめてから、二郎の突っ伏しているそばにやってきた。二郎ちゃん、勘になさいね。 お浜は他の人に向かっては、二郎のことを、ぼっちゃんと呼ぶのだが、次郎本人に対してはいつも、二郎ちゃんと呼ぶことにしているのである。次郎ちゃんは、もう大きくなったんだから、お偉いでしょさ、自分でおっきするんですよ。次郎は、しかしお浜にそう言われて足をバタバタさせながら、もう一度激しくわめき立てた。するとお浜はうろたえたように、 持っていた宝器を地べたに置き、彼を抱き起こしにかかった。はっ次郎を抱き起こした小浜は、土ぼこりにまみれた彼の鼻と唇のあたりに、ほんのわずかではあったが、血が滲んでいるのを見つけたのである。お前さん、坊ちゃんのお顔に傷をつけたんだね彼女はきっとなってもう一度観策の方に向き直った。観策はその時、お鶴の方を抱き起こして、塵を払ってやっていたが、 お浜の剣幕を見ると、そ知らぬ顔をして、さっさと交番室の方に歩き出した。お待ちお浜はそう叫ぶと同時に竹ぼうきを取り上げて、後ろからおもうさま観策の頭を殴りつけた。何しやがるんだい観策もさすがに恐ろしい目つきをして向き直った。何もクソもあるもんか大事な坊ちゃんの顔に傷つけやがってさお浜はまるで気が狂ったように炎を振り回して、 観作の顔と言わず手と言わず、めくらめっぽうに打ってかかった。観作は突っ立ったまましばらく両手でそれを払いのけていたが、お浜の剣幕はますます激しくなるばかりであった。うん、と観作は下打ちをして、そしてくるりと向きを変えると、皇帝の溝を飛び越えてあぜ道の方に逃げ出した。ぐうたらのお品詰めお浜はそう叫びながら後を追った。 しかし、溝のところまで行くと、さすがにそれを飛び越しかねたらしく、そこに立ち止まったまま、いつまでも口汚く観察を罵っていた。二郎とお鶴とは、ポカンとしてこの光景に目を見張った。二人の目からは涙はすっかり乾いていたが、彼らの顔は涙で練った土ぼこりで真っ黒に汚れていた。お鶴の方のお玉じゃくしも、どうやら行方不明になっていた。同時に二郎も、 かりそれを忘れてしまっていたのである。